皆様こんにちは。グローバル X ジャパンの安田です。この動画ではグローバル X セクター J リート ETF シリーズについてご紹介いたします。 J リートのセクターはそれぞれ異なる特性があります。変化するマーケット環境で適切なセクターを選択することでより良い運用成果を目指すことが可能です。こちらはグローバル X セクター J リート ETF シリーズの概要です。左からグローバル X オフィス J リート ETF 銘柄コード2096、グローバル X レジデンシャル J リート ETF 銘柄コード2097、グローバル X ホテル&リテール J リート ETF 銘柄コード2098、グローバル X ロジスティクス J リート ETF 銘柄コード2565の4本です。各 ETF は東証リートセクターフォーカス指数への連動を目指します。4つの対象指数はそれぞれ15銘柄で構成され、利回りは 4% 程度です。各 ETF の売買単位は一口で、最低取引金額は1000円程度となっています。決算は年6回、偶数月の各24日で定期的な分配金の受け取りが期待できます。グローバル X セクター J リート ETF のポイントについてご紹介します。当シリーズは特定のセクターに投資する J リートへの投資機会を提供します。セクター別の J リート ETF は東証で当シリーズのみです。またセクターごとの異なる特性を活用、マーケット環境に応じた適切なセクター選択により高いリターンを目指すことが可能となります。リートとは多くの投資家から集めた資金でオフィスビルや商業施設、マンションなど複数の不動産を購入し、その賃貸収入や売買益を投資家に分配する金融商品です。国内上場リート J リートの代表的な指数で、多くの ETF 投資信託がベンチマークとして採用している東証リート指数について確認します。左のグラフは世界の主要リート指数の10年間の推移です。東証リートは欧州リートとグローバルリートより良好なパフォーマンスを見せています。また足元では米国リートよりも底堅く推移しています。右のグラフは J リート保有不動産の用途別割合です。オフィスの比率がおよそ 39% と最も高く、次に物流施設がおよそ 20% と続いています。こちらは主な J リートセクターの概要と特徴です。オフィスは不動産投資市場において物件用途別で取引規模が最大です。空室率や賃料、新規供給などに影響され、景気・指標感濃度が高いセクターといえます。レジデンシャル・住宅は住まいとしての性質から賃料水準や収益が大きく変動しづらく、比較的ディフェンシブなセクターです。ホテルはビジネスからラグジュアリー、旅館まで多岐にわたります。訪日開客数や稼働率、賃料の動向の影響を受けやすいセクターです。リテール、商業施設は大きく都市型と公営型で分けられます。都市型は主要都市の駅に近接または繁華街に所在しており、変動賃料のケースが多いため、景気感濃度が高い傾向があります。一方、公営型は郊外に立地するショッピングセンターなどで固定賃料のケースが多いため、比較的景気感濃度が低い特徴があります。ロジスティクス、物流施設は近年の e コマース市場やサードパーティーロジスティクス事業の拡大などを背景に需要が旺盛です。そのため、相対的に成長期待が高く、金利感濃度が高い特徴があります。変化する相場環境において、J リートのセクターはそれぞれ異なるパフォーマンスを見せています。こちらの表は、東証リート指数と J リートセクター指数の年間騰落率の推移です。期間は、比較可能な最長期間である2020年7月30日から2023年9月末までで、ホテル&リテールは紺色、オフィスは水色、レジデンシャルは茶色、ロジスティクスは薄い灰色で示しています。
最もパフォーマンスの良いセクターが毎年入れ替わっているのがわかります。2021年はコロナ禍の巣ごもり需要、2022年はアフターコロナのインバウンド消費の回復、2023年は金融政策の転換といった背景がありました。投資環境が変化する中、各セクターの収益構造、株価特性に応じたパフォーマンスとなっています。左の円グラフは東証リート指数の種類別内訳です。複数の用途の不動産に投資する総合・複合型を除くと、オフィスがおよそ 26%、 主に物流施設である工業用がおよそ 19% を占めます。右の表は東証リート指数と J リートセクター指数の相関を示しています。東証リート指数は用途別でオフィスの割合が多いため、東証リート指数とオフィスの相関は 0.98 と最も高くなっています。一方、ロジスティクスは他のセクターと比較して相関が低い傾向があり、ロジスティクスとホテル&リテールの相関が 0.26 で最も低くなっています。以上のようにセクターごとの異なる特性を活用、またマーケット環境に応じた適切なセクターを選択することで市場平均を上回るリターンの獲得が期待されます。東証リート関連商品をすでに保有されている投資家の皆様へ、セクター J リート ETF の活用アイデアをご紹介いたします。東証リート関連商品とセクター J リート ETF を 50% ずつ投資する均等投資戦略です。ここではホテル&リテールを用います。紺色が東証リート指数、オレンジが均等投資戦略のパフォーマンスです。この期間でパフォーマンスが好調だったホテル&リテールが牽引し、均等投資戦略が東証リート指数を上回っていることがわかります。最後に東証リートセクターフォーカス指数の構築プロセスについてご説明いたします。東証リート指数をユニバースとし、まず各セクターの特化リートを抽出します。投資方針における投資物件の利用用途が主に該当セクターになっているリート、または該当セクターへの投資割合が 50% 以上のリートを選定します。セクター特化リートが15銘柄以上ある場合は、不動株時価総額上位15銘柄を選定します。セクター特化リートが15銘柄に満たない場合は、該当セクターへの投資が確認できるリートを選定し、不動株時価総額の大きい銘柄から15銘柄に達するまで選定します。指数を構成する15銘柄は不動株時価総額加重でウェイト付けし、ポートフォリオを構成します。なお1銘柄の上限は 20% で、年1回7月に銘柄入れ替えおよびウェイトの見直しを実施します。こちらは東証リートセクターフォーカス指数の組入れ上位5銘柄です。オフィスは日本ビルファンド投資法人、レジデンシャルはアドバンスレジデンス投資法人、ホテル&リテールは日本都市ファンド投資法人、ロジスティクスは日本プロロジスリート投資法人など、各セクターを代表する銘柄が組入れ上位となっています。以上のようにグローバル X セクター J リート ETF シリーズは、セクターごとの異なる特性を活用して投資家の皆様のポートフォリオ構成を多様化することができます。また相場環境に応じて適切なセクターを選択することで高いリターンを目指すことが可能となります。当 ETF が皆様の投資の一助となれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。